昨日の福岡国際女子柔道とともに大相撲九州場所でおなじみのこの福岡国際センター12回目を迎えました福岡国際女子柔道選手権大会、山下泰弘さんの解説で、さあこれからいよいよ今日の決勝戦4試合をご覧いただきます。まずは重い方から無差別級です。オープンの決勝はイギリスのジョセフィン・ホートンとオランダのアンジェリーク・セリーゼの対戦です。ジョセフィン・ホートン82キロ、こちら一方アンジェリーク・セリーゼ95キロ、ソウルオリンピックの金メダリスト、今年はヨーロッパ選手権で優勝しました。昨年の世界選手権では銀メダルです。こちらがジョセフィン・ホートンです。26歳、165センチ、82キロ。さあ始まります。主審は島谷審判員です。この赤のイギリスのホートンの方は、昨年までは一階級下でやってたんですね。そうですね、今年から階級上げたんですかね。階級上げてます。このホートンはですね、準決勝で素晴らしい試合をしました、決勝まで残るであろうと思われた第一人者の中国のチャン・インと対戦しましたよね。これもう一度 VTR ご覧いただきますが、この準決勝で内股を透かして、内股を透かしましたね、払い腰投げました。110キロに難々とする巨体が宙に浮きましたからね、もんどるっと倒れましたですね。本当にこれが柔道の真髄ですか。山下さん、場内も本当に感染進まれましたですね、さあそのホートンがやはり大きな体のセリーゼ、95キロと言っていますが100キロぐらいは多分あるでしょう。ほとんどの選手がだいたい5キロから10キロぐらい、軽くアンケートに答えているようですから。そうでしょうね、しかしやはり思うんですがね、こういうセリーゼのような選手というのは入りますね。入りますよこれはね、抑え込み入りました。解けました。2秒で解けています。今のもかなり強引な力技ですよね、腕力で相手を持ち上げてひっくり返すんですからね、セリーゼは出場するとしても72キロを超えるクラスか、この無差別ですから、72キロ以下で出場することはもう絶対ないわけですから、いくら食べてもいいってのはいいでしょうね、筋肉もつきますよね、かなり筋性の取れた体してますね、これは腕を固めようというところですか。待てがかかりました、赤のホートンの方は一回り小柄ですから、まともにですね、組み合っていったらちょっと分が悪いでしょうね、先ほど VTR でご覧いただきましたが、このアンジェリック・セリーゼに対しては日本は鈴木香織が3回戦で敗れました。その後中国のやはり大きな選手スン・イエン・チェン、イエンを破りました。セリーゼ敗れはしましたが、中国の若いスン・イエン・イエンというのはこれはちょっと要注意の選手だそうでしたね。これから出てきますね、中国はしかしそれにしても次から次にこの重量級は出てきます。ホートン先ほどちょっと抑え込まれましたけれども検討しています。締め技送り襟締めを狙いますが、なかなかああやって脇を固められると首も大きいようですから腕が入っていきませんね。手が入らないですね。手が入らないですね、熊部さん、防御を固められたところじゃ難しいですね。服部さん、白のオランダのセリーゼ選手ですけどもね、先ほどからかなり力でいってますけれども、その対戦相手のホートンについて、力に関しては私のは上と、でスピードに関してはもう相手なんで、力でそのスピードを封じたいということを言ってましたね、力でスピードを封じたいね、服部義雄アナウンサーの試合前のこのアンジェリーク・セリーゼの話でした。やはりあれでしょうね、上から持って引きつけて、間合いを詰めて相手を動かせないと、そういう狙いなんでしょうね。バッチリ相手引きつけられますとね、待てがかかっています。どうしてもこう、引きつけられて胸が合ってしまうと、あれ頭が下がりますとですね、技がかけれなくなるんですよね。このセリーゼもまだ26歳ですから、来年の幕張の世界選手権、特に外国人選手というのは非常にこの柔道年齢が高いですよね、30過ぎても、特にアメリカの選手は今回来日した選手の中では4人くらい30歳以上いましたからね、35歳という選手もいました。そうですか、セリーゼもまだ27歳ですから、アトランタももちろん最有力候補になってきます。
女性の方がやっぱり年齢層が幅が広いんですかね。そうですね、まあ、肉体的な生理的な違いもね男性とあるんでしょうけれども、はい、内股いきますが全くこれはね届きません、はい、日本ではなかなかいませんが今回この大会に参加した外国人選手ではやはりあの結婚している女性、はい、そしてあるいは子供が2人いるとか、はい、最近、女の子が生まれたとか、はい、そういう選手がねやっぱり 7,8 人いましたね、はい、外国ではそんなに珍しくないですよね、いいことですよね、はい、まあ、環境の問題もあるでしょう。そういえばあのフランスの48キロで、バルセロナオリンピックで田村がね、はい、不敗を喫したあのノバク、ノバク、はい、柔道選手と結婚しましたが、はい、今あのお腹に赤ちゃんがいるということ で、 あ、そうですか。お産が済んだらですね、はい、もう一度やっぱりこの柔道に復帰したいんだということをね表明したようですね。じゃあ来年世界選手権あるいは52キロで必要だと思いますがね、はい、アトランタオリンピックじゃ出てくるでしょうね、はい、出てくるんでしょう。そうやって力を維持する選手、そしてまた若い選手が出てきます。今のところ両者ポイントありませんが、先ほど2秒このセリーゼが抑え込みに入っておりまして、このままいきますとまあ僅差判定になりますとセリーゼ。このジョセフィン・ホートンはランジェリーショップの売り場ですね、あの店員です。お仕事はですね、ウィンドサーフィンあるいはウィンドセーリングが趣味だと言っています。これはどうですか、ポイントならない。あ、抑え込みに入りました、ね、抑え込みに入りました、抑え込みまだですね、まだですね、はい、体をねじって懸命に逃れるホートン、これを腕を固めて、さあどうでしょう、セリーゼ、あー足をかけました、腕式十字固めの体勢にも入っています。入りましたですね、抑え込み入りました、主審が抑え込みを制しました。抑え込みの場合は10秒経過しますと効果のポイント、20秒で有効、25秒で技ありとなります。今効果13、14、15になります。完全に上から抑え込まれて、抑えつけられてますですね、はい、100キロ近い大きな重しが上からどっかり乗っかった感じで、どうしようもないって感じですね、足をちょっとバタつかしていますけれども、上半身を完全に固められましたね、はい、25秒技あり、あと3秒、セリーゼ一本勝ち。崩れ髪思考でしょうか。そうですね、崩れ髪でしょうね、抑え込みでアンジェリーク・セリーゼ無差別級第12回福岡国際女子柔道選手権大会、見事に優勝を飾りました。こちらアンジェリーク・セリーゼ選手です。あのセリーゼ見てますと確かにあの体大きいんですが、その体だけではありませんね、はい、なかなか今の抑え込みなんかうまいですよ、はい、体の安定が高いですね。そうですね、まあ、先ほどの大変失礼なことを言いましたけれども、やっぱりあのある程度のその体、筋肉質の体を維持しなければいけませんから、この体を見ますと相当トレーニングはやっぱり積んでるなというね、はい、感じがあります、はい、無差別級で優勝したアンジェリーク・セリーゼ選手でした。